おはようございます。おはようございます。うっす。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。300万人突破しましたね。ありがとうございます。どうなんですか、やっぱ周りの人も喜んでました。なんだろうな、まだ実感ないっすね。もう過ぎたよ。いやでもなんか300万いって、なんかなんつうんだろうな、こっから、うん、でもなんか毎日楽しいっすね。いや、そうなんだ。はい、あんま実感はしないですけど。うん、なるほど。毎日楽しいっす。なんかいろんな人にそのお祝いされて、まあやっぱり僕もいろんなとこ行くとやっぱ言われるわけですよ、300万人おめでとうって。ありがてえ。で、まあ、動画をね、まあ、東海の時にさ、東海生配信やってる時に電話させてもらってさ、はいはいはい、おめでとうなんて、俺らもすぐ行くわなんて言ってたから、あのね、俺らが300万人突破した時に、まあ、東海の方から、ああ、電話して、ね、電話してさ、まあなんかこう、話したわけじゃん。うん、あれよかった。なんでオルタナさん使わなかったの？すいませんでした。すいませんでした。すいませんでした。渋谷ジャパンさん、すいませんでした。本当にすいません。今の冗談です。でも本当にすいません。すいません。なんですか、おかしいでしょ。電話しといて、グアム前日とかに電話かけて、電話渋谷さんに電話させていただきまして、うん、で、まあ内藤さんはいらっしゃらないと、うん、いう話にはなってたわけじゃないですか。うん、そうですね。で、本当にお世話になってる先輩で、うん、300万人の動画に埋め込もうとまず思ってたんですよ。いや、まあね、その絶対ね、オルタナさんからはね、メッセージ欲しいななんていう話を2人でしてね。で、普通に嬉しかったわけ。まあね、電話してね、結構この後その映像僕は使いますけど、はい、やっぱその多分ね、オルタナさんと喋ってる時しかね、見えない僕らの感じというかね、楽しそうにしてる感じがね、はい、出てると思うんですよ。そうっすね。はい、で、内容がバチバチに寄ったろ。内容が、はい、おいっすなんですよ。そうですね。おいっすの件で、うん、全て終わってるんですよね。そうだね。ジャパさんがふざけてるんじゃないかっていうね。で、めっちゃくちゃ笑って、うん、編集の時ももう全部カットもテロップも入れて、うん、見たんですよ。うん、その300万人突破なんで、割と感動的な動画って俺らあんまない。まあ、間違いない、間違いない。それで僕の味の構造だと、うん、ジャパさんがオチだったんですよ。そうね、俺らだから最後ジャパさんと話して、あの時僕らこんな風に出会いで、あの時はこんくらいの登録者でしたけど、今こうお互いこうなって、で、こうやって電話できてすごいなんかいいっすね、これからも一緒に頑張らせてくださいみたいなね、話になるかなと思ったらね、最初にね、お疲れ様ですって俺が言ったらね、それに対するジャパさんのあの返答が、おいっすっていう、で、あーすいませんお疲れ様ですって言ったら、おいっすってで、おいっすを5回ぐらいやって、なんか途中に、うん、感動的なこと言った方がいいって聞かれちゃったんだよ、ね、聞かれて、あ、いや全然そんなの大丈夫ですよ、うん、なんか逆にありますかってトミーが確かに聞いたら、うん、ないわっていうボケをされてたんですよ。で、僕らはめっちゃ面白かったんですよ、うん、ただ視聴者は、うん、視聴者さんはシンプルに、いやこれ僕、うん、編集してる僕のが今喋ってます、うんうん、出てる人じゃなくてね、出てる人じゃなくてプロデューサー的なその立場でこう見た時ってことね。難しいんですけど、うん、すごい意味はあったんですよ、うん、ただなんかやっちゃいけないふざけ方になっちゃってる可能性があるなっていう、その向こうにマイナスになっちゃう可能性もあるし、こっちもだからその感動的なね、うん、めっちゃ仲いいのを知ってるからこそ、うん、ふざけてるって分かるんですけど、うん、なんか普通に面白いおじさんとして遊ばれてて、で、前に東海が喋ってて、うん、散々してるんですよ、うん、でもなんかジャパさんのふざけ方って破天荒ってよりはもう変っていう感じだって、うん、で、トミーが東海よりふざけてんじゃないですかとか言ってるのすらもう意味わかんないっていう状況になってしまってて、うん、で、まあ質問コーナーに入れようと。ああ、そうね、まあまあそうだね。その、やっぱ先輩、うん、ジャパさんに電話したぐらいだから、
質問コーナーに入れようと。そうね、先輩の時間取っちゃってるけどね、こっちもね、うん、質問コーナーに入れさせてもらおうってことね。でも質問が来てないんで。そうな、探したけどね、血眼になってね。いや、質問がないものを入れ込んだらもうそれなんなんだろうってなっちゃうじゃないですか、うん、そので、なんかこれダメだなと思って、うん、そのでちょっと謝罪したいなと思っていたところでした、うん、全カットっていうことですね。いや、逆に言ったらノーカットですよ。カットはしてないと。はい。つかもう一回パソコンのその編集のとこに入れないわけだからね。入れないです。ノーカットで出してないっていうノーカットで出すのと出さないのっていう、うん、そこの最後だけがちょっと普通とは違うっていうところはありますけど、うん、まあ、ね、まだここでね、全然出すんでね。はい、もう本当申し訳ないです。すいませんでしたっていうね。すいませんでした、本当にすいませんでした。あの、僕らのね、最初の入りもね、ちょっと間違えちゃったなっていう。僕らのね、テンションがね、そうそうそう、なんか気づきが違うんですよ。うん、その、連絡とかそういうの、うん、で、なんかもう僕らは300万人その感動じゃない雰囲気になっちゃってたんで。そう、あとね、俺らもなんかそのうっすの感じをなんかこう広げた方がいいんじゃないかみたいな雰囲気で言っちゃってたから、うん、面白い動画ができたし、うん、若干ね、ちょっとテイスト違う感じでやっちゃったからね、はい、俺らの方にね、責任があったのでね。でも今後は、うん、使います。これを説明できたんで、うん、今後はこういう気持ちで編集立ってるんですけど、もちろん電話したらできるだけ使えるようにね、はい、したいからね。よろしくお願いします。まあね、ということで、いや、逆になんか、うん、あのジャパさんのパフォーマンスを、うん、なんか切り落として、うん、単純に祝ってくれた先輩としては出せなかった。そうね、面白い先輩としてはどっちも出したいからね、はい、なんでちょっと、はい、ご理解よろしくお願いします。じゃあちょっと VTR の前振りだけ待っていいですか。え、VTR スタート。はい、次はですね、はい、うん、やっぱり、はい、まあ、初めてのそのコラボだったっていうのもあるし、はい、まあ、やっぱそのずっと、なんだろう、精神的支柱ではあるし、そうね、もう本当に通さなきゃいけない筋である一番その直属の先輩というか、はい、もう YouTuber って、うん、なんだろうってところからもうずっと身近なところでね、同じ悩みと同じその、うん、なんか、なんだろう、努力というか、はい、をさせていただいて、ずっと目標にさせていただいて、同じ2人組でね、うん、うん、あのオルタナさんにちょっと一応ね、はい、あの300万人行きましたということで、はい、電話したいと思います。はい、今ちょっとね、遠くにいるらしいんですけど。あ、そうだ、行きます。はい。あ、もしもし。もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、なんすなんすか、その感じ。何言ってるんすか。お疲れ様です。じゃないですよ。あ、お疲れ様です。何すか、その感じ。何すか、その感じ。お疲れ様です。あ、何なんすか、何なんすか、その感じ。通常よ、これ。通常、そんな感じ。すいません、すいません、すいません。一応ね、はい。え、今、シブジャパさんだけですか。今、そう。ああ、そうですね。一応ですね、300万人突破させていただきまして。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。で、その報告を、はい。一応、お電話させていただこうかなということで。ありがとうございます。いや、無視じゃないですか。いやいや、本当に。いつも昔から、いつもお世話になってるし、なんだろう、力を抜けさせてくれるというかね。そうね。オルタナさんと同じ現場だったら絶対大丈夫っていう、その、オルタナさんの後輩ですってやれば、はい、もうなんかその、全部なんとかしてくれるっていう、その安心感がね、はい、無敵感、無敵感あるからね。いや、ないでしょ。いや、ありますよ。ないでしょ。オルタナさんいるかどうかで、その日の自分たちのスタンス、だいぶ気持ち的に変わるんで。はい、最悪、オルタナさんのせいにする。最悪、最悪僕らオルタナさんの後輩ですって、その、あの人に言われてきました、ね。みたいな、その、オルタナさんがいるかいないかのね、その、なんかこう、リラックス感は全然違うもんね。またぜひコラボとか、はい、よろしくお願いいたします。これからもよろしくお願いいたします。そうだね、ぜひぜひ。さっきまでちょっとナイトもいたんだけど、今。あ、そうなんですね。そうなんですね。そう、明日。あ、明日からなんですね。海外に飛び立ちます。ありがとうございます、すいません。あ、なるほど、わかりました。すいません、ありがとうございました。感動する話した方がいい。いやー、全然今でも最初の挨拶で最高の旦那さんがちょっとふざけちゃってるんで、
今から、全然感動的な話今ありますなんか僕らとの、はい、一応ちょっともしあればで大丈夫なんですけど、あればそうだね、まあ、ないか何でないんすか作っていきましょうよ。一緒にだってみんなでお酒飲んだ時一人だけ泣いてたじゃないですか。ジャパさん泣いてたじゃないですか。確かに泣いてた時期もあったねいや今も結構肩の力抜けてるんですか。じゃあやっぱあそう、今はもうその楽しく、いやでもだから僕ジャパさんとかからやっぱ水溜りボンドはその楽しむべきだよっていう背中は見せてもらった気がするんですよね。そのね、その数字とかじゃなくてこう、ね、続けるその楽しさみたいな、楽しく続けていくのが、ね、そうですよね。そう、うん、続かないからね、なかなか。いや、ありがとうございます。じゃあこれからも、いやでも、はい、そうだね、またぜひあのまたいつか U フェスで、はい、ジャイアントスイングしましょう。いや、ジャイアントスイングやりましょう。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。内藤さんにもよろしくお願いいたします。あ、はい、お願いします。すいません、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。失礼いたします。はい、お願いします。お願いします。東海よりふざけてない兄さん、兄さん東海よりふざけてない。あれ、いやなんかやっぱ、いやでも兄さんなんだよね、やっぱ兄さんですよ、もう直属の本当だからもう誰が先輩ですかって言われたらオルタナさんですよ、絶対。いやだから、なんかあれなんだよね、動画回しだ時の兄さんじゃないんだよね、もう普通に。あ、そう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 、そう、なんて言うんだろうな、もう前は動画出る時は渋谷ジャパさんだったんだよね、うん、でも、兄さんのままなんだよね、もうだからその動画出るときに渋谷ジャパンになって動画出てたけど、うん、まあ、飲み会のときは兄さんってさ、その兄さんはもうそのキャラをもう素に完全に戻したことによってすごい強いよね。もう今もう全部兄さんのままいいから、もうだからずっと直属の先輩でしかないというか、もうやばいよね、うん、やばいね無双モードだから、ね、分かんないけど、だからいい話した方がいいって、うん、ないわっていうのが兄さんだからね。そう、それは兄さん、昔の兄さんはしてたからね、多分その完全に話もしてただろうし、うん、まあ、聞かずに最初からその最初からふざけないでちゃんと最初からこうおめでとうっていう話の中から完全に話をしてただろうけど、うん、それは渋谷ジャパンだって、うん、うちの兄さんはそういう感じじゃないからねまあそんなもう何回でもやってくれたもんね、うん、あの遊び俺らとあの遊び何回でもしてたもんね。あれも多分言えば言うほどできたもんね、はい、今家に向かって歩いてるじゃあ道でさ、兄さんがさ、あるっすってやってたんかな何してんのあの人、本当に、いや本当にありがたいですよ。今もだから結びつきがずっとあるっていうのも嬉しいことだよね。いや本当そうね、それこそだってこの間もさ、スカイピースをさ、うん、コラボ撮るっていうのもさ、うん、嬉しかったね兄さんいなかったら撮れなかったわけ、はい、だそう考えたら架け橋ですからね、架け橋になっていただいてると、はい、でまあね、俺らよりもちょっと早く入ってね、うん、所属になって、それで僕ら行った時もやっぱ心強かったわけですよ。いや本当にそうです。なんかもう頭上がんないっすよね。いやもうありがたいっす、はい、本当にわけわ、うん、もうわけわかんないっすけどね、うん、だからわけわかんない、何の信頼ですね。そうそうそう兄さんだから大丈夫って、うん、今知り合ってたら絶対そばなってないそうね、はい、はい、ということで、じゃあいいんじゃないですか、ね、ということで、はい、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。しめじまんです。すいません、ひげがめちゃくちゃ濃くて。いや、全然大丈夫です。全然そんな謝らなくて、全然もう全然もうバンバンカットしてもらって大丈夫なんで、全然動画自体全然大丈夫です。そんな謝らなくて大丈夫です。はい、ということでまたね、ご飯なり、あとはまたコラボも近いうちにしましょう。ということで、水溜りボンド、水溜りボンド、300万人突破、おめでたいー。